どうも、ありがとうございます。今日は1月16日に投稿できていると思うんですが、共通テスト1日目ね、受けられた方、お疲れ様でした。で、今日はですね、自分の時はセンター試験でしたけど、かれこれ18年前か恐ろしいな、18年前に受けたそのセンターの1日目で私は荒れ腐ったんですよ。その話をちょっと久々にしようかなと、するだけだから、ね、料理でも作りながら行こうかなっていうことでまったりやっていきます。まあ2日目に向けてね、こういろいろやりたいって方もいると思うんですが、もしなんかどうしよっかなって、なんかやることに迷ってる方はちょっとゆっくりしていってくださいそれじゃあ早速ね、始めていきましょうか。ではですね、今日は手羽元を使った、俺が好きな料理、すぐ終わっちゃうんだけどそれをねやっていこうかと思います。使うのは手羽元、あとでお肉出しますね。手羽元と玉ねぎだけです。そこに他の野菜入れても美味しいんですけど、ちょっと今日はその2つだけにしようかと思います。ってことで、まず玉ねぎを切っていきましょうかね。で、そのセンターの話をしていきましょうか。今までもね、何回かしてるので、こう長く動画を見てくださってる方は聞いたことある話だと思うんですけど、自分はですね、国公立を志望しておりまして、東京学芸大学っていうところをね志望してたんです。だからセンター試験当然必要 で、しかもセンター試験はね割と自信があったんですよ。マークシートのはこうなんか自分の中で攻略法をいろいろ見出してたから、割とちょっと取れるようになってきて、ただその学芸の2次がね、俺は教育学部の A 類数学っていうところだったのね、その志望してるのが。で、2次は数学だけなんですよ、当時。今はちょっと分からんけどね。だからさ、で2次が取れなくて、記述模試が本当に取れなくて、でなかなか上がんないから、どう考えても俺が受かる道はセンターで逃げ切るしかなかったのよ。だから人よりも取って逃げ切んなきゃなって。だからみんなね、もちろんさ、プレッシャーなんて人それぞれ、人それぞれとかみんなあんま変わらんけど、なんか必要以上にプレッシャーを感じてて、ここでミスったら終わりだって思ってたから。そうで臨んだわけです、初日を。そしたらですね、本当にうまくいかなくて、そう本当にうまくいかなかった、手応えがね。で、自分その恩師の先生から、1日目終わっても、2日目の朝にさ新聞で載るじゃん、自己採点用の、答えが、回答速報がさ。でそういうのも絶対見るなって言われてたの。2日目のモチベーションに関わるから、うまくいってても油断になるし、うまくいかなかったらへこんでさ、その平常心でいられなくなっちゃうでしょ。だから見るなよって言われてたわけよ。そうそうそう。でも本当に体感、自分解いた感じがやらかしてて、で俺人生でそこまで大きな反抗期って実はなくて、あんまり親に対してね、なんだけど、その日、なんだ、プチはあったよ、プチ反抗期はねあったけどさ、でもその日だけは今でも本当に申し訳ないって思うぐらいに荒れた。もううっせえよみたいな親何も悪くないよ、誰が悪いって俺が悪いんだよ、全部 100% 俺が悪い。でも、もうほっといてくれやみたいな超理不尽だよね。そうってぐらいに荒れてて、もう自分でさ、もうなんか憤りのぶつける場所もわからんじゃん。では自分が一番、自分だけが悪いのは分かってんだけど、自分が悪いよねっていうその素直になれる感情でもなかったから、そうで荒れてて、でもうちの親がすごいのはね、俺がどんなそういう風になっても普通に接してくんの。そううちの母親のすごいとこやっぱそこだなと思って、俺親のことをおかんとおとんって呼んじゃうんだけど、うちそうおかんはね、いや本当にすごいできた親なんよ。で俺結構今はさ若いパパママいっぱいいるけど、俺ら世代だと結構珍しいぐらいに、結構若い時に俺産んでもらってるんよね。俺多分親が23の時かなの子供なんだよ。そうだから多分周りのパパママよりも結構若い方なんだけど、でも年齢なんて、ね、あんま関係ないけどさ、本当できた親で、で普通に接してくれて、だから普通に接し、だからうまいんだよね、その接し方が。俺がちょっとこうなんて言うんだろう、面と食らうというかさ、面食らうっつうか、あれみたいな、そうそうそう
怒ってるところにぶつかってこられるとさ、うっせえなってまたこうガーってなるんだけど、そこをのれんに腕押しみたいにかわされるわけ。そうだから、おーみたいな、はいご飯できたわよみたいなおー分かったみたいな感じで食べてて、で何も言わないの、何も言わない、明日こうしたらいいんじゃないのとかアドバイスも一言も言わないのね。そうで、ほんと結局多分何も言われないまま行ったんじゃないかな、2日目で。なんつうんだろう、まあ冷静になるわけ、そのおかげで、親のおかげでね。あでこれちょっと玉ねぎはね結構あの大きめに切ります、どうせトロトロなっちゃうんで、今これ半分を3等分しましたけど、まあ、こんな感じで、ね、そうで部屋に戻るじゃん。ですっごい考えるわけ、めちゃくちゃ自問自答して、で冷静になってるからさ、その親への態度とかもこう悪かったなって思うぐらいにまではなってるわけで、結果的に自分の中で結論として至ったのは、へこもうが騒ごうが誰かに当たり散らそうが俺の得点は変わらないんだよ、今日終わった1日目の得点はね。俺がよく口癖で言うんだけど、過去はどうあがいても変わんないんだよ、何をしてもって思ってる人間、過去の価値は変わるよ、過去の意味は変わる。例えば俺が中学の時にいじめを受けてたっていう過去あるじゃんか。でその過去が俺にとってはすごくもう暗黒時代だったし、思い出したくもない日々だったんだけれども、この YouTube を始めてみんなにそれを届け、そうやってね、発信することでいじめの話をして、それでまあ救われるっていうかさ、気が楽になるって言ってくれる子がいっぱい出てきたから、それで俺の、あのいじめを受け、いじめは絶対いいものって全く思わないけど、あのいじめを受けてた俺の時間は意味が変わったんだよね、みんなのおかげで。だから意味は変わる、でも事実は変わらないと思ってて、過去のいじめを受けたって事実はどう頑張ってもなくならないし、そうだからどうあがいても得点は変わんないじゃん。じゃあ何が変わるかって、ちょっと待って肉出すわ。過去は変わらんけど今と未来は変えられんだよ、自分の力でって思ったの。じゃあもう今日は変わんない、終わったことは。だから明日の2日目にもうちゃんともう一回なんだろう、フラットな気持ちに戻して臨もうって、挑もうって思ったで、そっからなんつうんだろうな、おまあ俺全然あんま勉強しないから全然普通に過ごしたんだけど、勉強を自分がしてきた、ルーズリーフとか問題集とかこうパラパラって見てて、いやこんだけやってきたんだよなって、やってきた見ながらさ、やってきたからこそ今日出せなかったのが悔しいなってもあったけど、でも今日はうまくいかんかったけど、だからといって明日がうまくいかないっていうわけではないって、そうじゃあ明日はうまくいってやるよって、そう頑張ろうぜ俺みたいな感じになって、で親に謝ってあのひどい態度したからね、そうで臨んだので、あとはそうそう、でこれ肉、これね手羽元ってこういうやつです、こういうやつ手羽元、こういう揚げたらちょっとこうフライドチキンみたいな、そういうやつ、そうでね、さっき言ったその答え合わせすんなよみたいに言われてたわけよ。でもまあルーズリーフじゃねえ、ごめん、マークシートだからさ、ラッキーで当たることもあるわけだから、このもしかしたら運よくちょっと取れてるかもとか、勘でね書いた部分が当たってるかもっていう、その曖昧な事実のままでも行きたくなくて、もう受け入れようって、取れてないんだそれでそれって構わねえと思って、でしたのはもう2日目試験行く前に、会場行く前に、あこれちょっとあの表面ちょっと肉のあれを拭きますね、で丸付け合わさして、そしたらちょっとね思ったより取れてたんよ実は。そうでまあ、それラッキーみたいな、まあ、ちょっと俺とはプラスだったんね。でもそれはそこで取れなくてもいいやと思ったから、事実として取れなかったっていうのを受け入れて、じゃあ今日ね気持ちを入れ替えてやろうっていうのは、それができる自信はあったから、もうあの一晩でめちゃくちゃもう自分と向き合ったからさ、っていうのがあった。それが俺のセンターだったの。じゃあ肉焼くね映ってないけどこう肉焼きますまあ油引いて、でまずこの肉をちょっと表面焼きます。表面だけね、あんまね焦げ目とかつけない方がいいですね。
あと結局家庭としては表面ある程度焼き色をつけて、で、煮つけっていうか、まあ、煮物みたいな感じするんで、で、タレを作ってそこに入れて煮るっていう。で、時間経てば完成っていう、まあ、感じよ、今日はね。で、玉ねぎも一緒に入れるっつって、とろとろなって美味しいよみたいなね、そんな感じ。そう、まあ、それが俺のセンターでございました。で、結果的に、センターは、なんていうんだっけ、79.8%だった気がする。確か、約8割だった。なんか数字、あと2%、0.2%あったのにって、すごい覚えてるから。それは、当時の俺の学芸受けるやつには、基準はだいぶ上だったのね。で、一応、結果的にはね、学芸の前期は落ちたんよ、俺。これはまあね、また別であって、前期は俺、風邪ひいたんよね。熱出したまま受けに行って。で、まあ、それは俺の、ね、もちろん自己責任だし、で、2次あんじゃん。数学、もうでかいね、問題集があるわけよ。そう、解答書もついてんだけど、ほぼ1問も分かんなかったよね。すっげえ簡単な予言定理とか出てこなかったからね。背中にね、垂れる汗の感じはね、今でも覚えてる。そう。で、まあそっからまたね、荒れ腐った後期までのね、時期があるんだけど、で、後期でなんとか逃げ切って、センター逃げ切ってなんとか受かって、まあ、学芸に入ったっていうのが俺の受験だったの。で、まあね、今回なんでこれを話したかっていうと、今日ね、共通テスト1日目受けてさ、まあ分かると思うんだけど、うまくいけなかった方もいるわけよ、絶対に。全員が全員うまくいくわけじゃないからさ、どうしても試験なんて。だから、俺、あの時のさ、センター、ちょっと焼きの音で、ごめん、うるさかったごめんね。センター1日目終わって、もう荒れ腐ってた感覚とか気持ちは、すごい今でも鮮明に覚えていて。だから、そういう、せっかくさ、こういうチャンネルやってるから、そういう風になってる子たちが切り替わる、なんかきっかけになったらいいなと思って。もったいないんよ、あのさ、ずるずるとうまくいけなかった、ずるずるのまま2日目もうまくいかなかったら、それこそ多分一生後悔すると思う、悪いけど。で、そんな子できればさ、まあ、そうなっちゃう子ももちろんいるだろうけどさ、でもやっぱりできればそうならないで入れる、それを未然に防げることができるんだったら、そうしてあげたいから、まあ、今回こうやって喋ったのね。まあ、このさ、動画の着地点がどこになるのかっていうのは正直分かってないし、まあ、この G と俺がこうだったんだよっていうのを伝えるだけが一応、まあ、動画のコンセプトだから今回はいいんだけど、なんか感じてもらえたらいいなと思ってる。それは別に共通テストの子だけじゃないよ。多分これ見てるのはさ、全員、うちは中学生がメインだから、ターゲットが。中学生の子もいるだろうし、中学生の子も見てくれたら嬉しいなと思って喋ってるけど、やっぱりさ、うまくいかなかった時がさ、勝負どころなんよ。勝負どころ、本当に。人の成長のチャンスっていうか、うまくいかないのはすごい苦しいし、特にな、この受験で言うとさ、あんだけ頑張ってきたのに何やってるん自分みたいな。共通テストは1回きりだからさ、ね、って思う気持ちもすごいわかるけど、そこでどれだけ向き合えるか、どれだけ切り替えられるか、切り替えられない人間なんて一人もいないもん。絶対できる。そう、だから、なんかそう思ってくれたらいいなと思う。で、タレ作っておきますね。で、タレはですね、昔、これ、もともと、サイトに載ってたやつなんですよ、レシピ。で、それがずっと好きで、もうずっと何年も前から作ってるやつなんだけど、醤油、料理酒、お酢、砂糖を50ずつ入れます。はい。なんで、まずちょっとね、醤油足りるかな、これ50。あー、ちょっと微妙かな。まあ、替えの醤油は買ってあるから大丈夫なんだけど、あー、でもちょうどぐらいだな。醤油。で、料理酒ですね。ちょっとごめんなさいね。見えにくいんで、こっち行こうか。料理酒。で、これね、美味しいお酢。ちょっと甘いんですよ。なんだっけ、俺、酸っぱいの好きなんですけど、俺、酢の物があんま好きじゃなくて、なぜか。だけど、これで作った酢の物はね、食べれるんですよ。そう、好きなの。なんかね、刺さる、ツーンって刺さるね、酸っぱい感じ、あんま得意じゃなくて。ちょっと難しいね。伝わるかな。で、この美味しいお酢はちょっと甘いんですよ。ちょっと甘いので、砂糖はいつもは50なんですけど、これを使うときは40に減らします。砂糖を量って入れますね。まあ、そんなこんなで肉が焦げちゃうから、ちょっと気をつけようか。今すごい弱火でね、
焼いておりまして、で本当に表面がちょっとこう焼き色がつくぐらいでいいっす、全然といってね、こう画面に見せれてないからみんなには伝わってないけど、今見せるからちょっと待ってね。まあ着地点が見つからずまま話したんであれですけど、なんか伝わったかな、どうだろう、この料理もどこまで見せようか多分ノー編集だから今表しか言ってない、こんな感じね、まあ、ちょっとあの普通に赤いの残ってても煮るから大丈夫なので、これはちょっと焼いていきましょうか。砂糖砂糖砂糖さん40、砂糖40ってね結構なんだよね。あーごめん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 ね、嫌な音出しちゃった、ごめん。よし41、まあいいでしょうすいませんね、ちょっと大型の片鱗出ちゃって。ちょっと砂糖かね、溶かしておこう。で煮るじゃないですか、煮るんですけど、でそれが完成の直前ぐらいにみりんをちょっとこう二回りぐらいやると照りが出るんで美味しそうに見えるっていうので、それでやっても完成みたいな感じです。そこはねもちろんねこの動画は出ないですけど、ちなみにあこのね見てる皆さんが料理をされる方がちょっとわからないですけど、個人的に料理は押します、料理は押す、あ押すってあれよ、あのこの押すじゃないよ、違うぞ、あのやった方がいいぞってことね。あのね俺高校の時に料理を始めてっていうか料理をするようになって、まあ、するようになってって言っても別にちょっとだけど、すごいいい気分転換になるよ、頭も使うしね、組み立てだからさ料理って順序ちゃんと組み立てていくから、まあ、俺元々お菓子作りから入ってるんだけど、スタートが俺男子校通ってて、調理実習ってあるんよ、男子校でもあってね、で高3の時だ、高 2? 高3の時だっけな、調理実習で班ごとに好きなもの作っていいぞっていう最後課題だったの、最後の調理実習がね、で、まあ、班でいや話し合うじゃんか、で俺さなぜかそのジャンキーか分かんないけどデザートの役目になったんよ。で何がいいってなんか聞いた時にスイートポテトがいいみたいなのがなって、作ったこと一回もないんだよ、レシピも全然知らんしね。であオッケー、じゃあ俺やるわっつってやるじゃん。でもさどうせ作るんならさ、どうせ作るならさやっぱ美味しいもん作りたいし、班のやつにえうまって言わせたいじゃん。だから家で練習したん。そうで練習していざ調理実習でやった時にめっちゃ褒められたの、そのスイートポテトが。それがめちゃくちゃ嬉しくて俺で、そっからお菓子作りにお菓子とハマってっていうか、まあ、スイートポテト作りとかケーキはあれか、でも社会人になってからかだけど、なんかクッキー作ったりとかちょっとするようになって、でそっからちょっと発生して料理を少しねやるようになったの。でもやっぱり料理って本当にさっき言ったように組み立てだからめちゃくちゃいいリフレッシュになるし、まあ、自分は人に喜んでもらうのが好きなんで、例えば家族に何か作ったりとかして喜んでくれるのが嬉しかったから、そういった意味でもいいし、今で振り返ってやっててよかったと思うのは、やっぱりできた方、できて悪いことじゃないよね。うん、と思う。アドになる、アド。男性でも女性でも。そう、と思うから、ぜひぜひ、まあまあ別に強要はしないんだけど、やっておくといいと思うよ、ほんと。っていう風におじちゃん思います。じゃあですね、今、まあ、肉がこんな感じでまだ赤いとこ残ってますけど、これぐらいでして、そこにさっき切った玉ねぎをですね、あの隙間にブラーってどんどん入れていきます。別にこれ焼き目、あの玉ねぎがねフライパンの面につかなくてもどうせ煮るだけなので気にせず。あ、ちなみに玉ねぎこれ結構多いんですよ、入れてるのが。それは俺が玉ねぎが好きだからっていう。特にこのタレで煮たこのトロトロ玉ねぎマジで美味しいんですよ、本当に美味しい。ちょ甘いんですよこのタレ、甘い作ってるから、ぜひぜひ、まあ、こんな感じっす、こんな感じね、玉ねぎ入れて、でそこにさっきの作ったこれを入れますと、まあ、みんなには見えてないですけど、あとで
砂糖が回しかけますと、砂糖が固まっているね。で、蓋をするんですけど、あの落とし蓋をした方がいいので、アルミホイルをちょっと適当に切ってですね、この辺にこう置くんですよ。で置いて、その上から蓋をして30分ぐらいかな、ひとまず、まあ、様子見です、様子見ながら追加したりしますけど、ひとまず30分ぐらい煮ていこうと思います。はい、ということで、いつも通り私の料理動画完成形を見せないっていうそこまでたどり着かないんですけど、まあ、ここまでご視聴いただきありがとうございました。共通テスト2日目の方、あとはまあね、中学生でこれから私立入試だったりとか公立の本番ね迎える方もいると思います。もちろんね、高校生でもあのその後に私立があったり、国公立ねがある方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、あの自分みたいにあの後悔がのない受験をしてきてください。はい、途中でも話しましたけど、切り替えられない人間なんて一人もいないです。あのどれだけ自分と向き合えるか、その向き合った時間は必ずあなたの成長の糧になって、 あなたの成長をさせてくれるし、その後振り返った時に人生の糧になりますので、あの辛いね、辛い心情の方もいるかと思うんですが、ぜひもう一踏ん張りしていただけたらと思います。ということで、本日の動画は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。明日気をつけてね。またね。バイバイ。